ございます。それでは8月の定例の会見を始めさせていただきたいと思います。まあ、もうお盆休み前ですので、案件も軽めに、全部で6件だけのになりますが、お付き合いいただければというふうに思います。まず1点目でありますが、全国各地で展開されておりますプレミアム付きの商品券についての話題でございます。私ども三条市では、このプレミアム率のついた、商品券でありますけれども、プレミアム率に差を設ける形で、3種類、提供をさせていただいているところで、ございます。今回、ご紹介申し上げますのは、そのうち一番プレミアム率の高い 30% のプレミアム率のついた商品券でございます。これは地産地消を意識した商品券でございまして、お手元のところに記載の通りでありますけれども、各ご家庭に広報三条6月1日号に合わせまして全世帯に配布をさせていただきましたが、ボナペティシールを貼る台紙が配られております。このままボナペティシール、三条産農産物については、このシールが貼られているわけでありますけれども、これを10枚、貼っていただき、指定の、販売窓口の方に足を運んでいただきますと、1世帯1セットこの30%のプレミアムについた商品券をお配りさせていただくということでございます。こうしたことで8月の3日から販売を開始させていただいているところでございますが、改めて周知型運行の記者会見を利用してさせていただいたところでございます。ちなみに残りの2つについての紹介でございますけれども、プレミアム率 20% の商品券、これはイベント連携型の商品券でございまして、マルシェであったり、あるいは工場の祭典であったりといったところでご活用いただける商品券でございます。今週末8月の9日にも家事道場周辺で三条マルシェまた開催されるということでございます。マルシェ会場はもちろん、開催場所に近い中央商店街、商栄通り商店街で使用できるものでもございますので、またこちらの方も購入のご検討いただければというふうに思っています。それ以外に、最もプレミアム率の低い 10% のプレミアム率付きの商品券、プレミアム10の応募締め切りでありますけれども、明日8月7日が、締め切りでございますので、ご関心の方はお申し込みをいただければというふうに思ってございます。はい、それから次の話題であります。最後の私どもの三大夏の風物詩の一つであります、の最後を飾ります下田ふるさと大祭りでございますが、8月の22日土曜日に開催をいたします。例年のごとく、まず葵の大蛇祭から始まりまして、下田大橋のたもとの特設会場で、この下田ふるさと祭りが行われるということでございます。今回もまた、この下田の下田大橋たもとの特設会場におきましては、85年通じて交流を続けております福島県の大町さんから2店舗が出店をいただき、来場されるお客様をお迎えをするということでございます。なお、大井の大蛇祭につきましては朝8時20分に八木神社で出発式を行った後、それぞれ会場に至るまで更新を重ねていくということでございます。夜には花火大会も行われますし、ここでも合併10周年記念の花火を打ち上げていきたいというふうに思ってございます。それから3点目になりますが、
今年も三条落音祭開催をさせていただきたいと思います。まあ、特に目玉でございますけれども、合併10周年の周年行事の時にも、スペシャルゲストとして、演奏を披露していただきました、日本唯一のボーカリストフリューゲルブホームプレイヤーでもホルンプレイヤーでございます三条出身の徳さんに、このイベントを初めて、ご登場いただき、イベントの盛り立て役に回っていただきたいということでございます。まあ、もうすでに7回目を数えますこの三条落音祭でございますけれども、まあ、こうして一つずつ階段を積み重ねていっているという状況でございます。非常に自然豊かな中浦姫沙由森林公園で繰り広げられます音楽のイベントでありますので、お話をお聞きいただければなというふうに思っております。それから4点目です。まあ、環境案でいろいろイベントを行っておりますが、その中でもかなり、ご好評をいただいております、環境案で四季を感じないとの今回夏バージョンになります。見ればわかるという感じですね。日本の夏2015ということで、今回は、こうした服装からもお分かりいただけるように、和にこだわり、昔懐かしい日本の夏を環境案の芝生広場に再現をしていきたいというふうに考えております。会場は、ろうそくの明かりを灯したぼんぼりを並べて、円台の上には、カトリの豚であったり、うちわあるいは軒先に風鈴を入れるなど和の空間を演出をしてまいりたいというふうに思っております。その上で、地元有志の皆様方からご協力をいただき、生ビールや焼き鳥、唐揚げ、冷たいアイス、焼きそばなどの販売も行うということでございます。ここはでも生ビールとか和ではない、日本酒は、ね、日本酒もございます、はい、ということです。また踊りもあり、抽選会もありということで、内容盛りだくさんで、5時半から8時半まで開催をしたいというふうに思いますし、お酒も入りますので、バスを出すんでしたっけ、ね、今回バスも出さない、はい、ということで覚悟を決めてやってみてくださいということで、あります。非常に気合を入れて、この環境案で資料を感じないと望んでおりますので、これ定員制でしたっけ、今回は大丈夫、定員制ではございませんので、はい、ということなので、一人でも多くの皆さんに足を運びいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありますそれだけまだ言わなくていいの、はい、わかりました。はい、それでは次の話題になります。8月、先ほど少しご紹介申し上げましたが、8月の三条マルシェでございます。勝野城と西の駅の会場でもあります三条中央市場で34店舗の出店をいただく、ちょっとミニバーになりますかね、8月のマルシェということでございます。で、先ほども商品券の中でご紹介申し上げましたが、20% のプレミアム率のつく商品券を午前10時から家事道場前で発売をし、10月までのマルシェでもご利用をいただけるということでございますので、ぜひともお得感たっぷりのこの商品券をお買い求めいただき、三条マルシェをくつろいでいただければというふうに思っております。私の方から最後ここであります。三条市のひまわり祭の発行ということで、平成15年度から取り組んでおります西条公募祭ひまわり祭であります。皆様方の貴重な資金を公共施設建設事業の財源とさせていただいているところでございます。本年度におきましては発行総額8億円とさせていただき、主に
街中交流広場整備事業、朝日浦建総合保育所建設事業、大阪中学国小地一体校のグラウンドの整備事業、そしてすごろご地区の内水対策事業の財源として活用させていただきたいというふうに思っております。購入できる方でありますが、市内在住の20歳以上の方で、購入額は10万円を単位とし、上限200万円ということでございます。購入方法でありますけれども、第3三条新金さんの市内の各店舗で購入をいただけるようになっております。購入期間は9月の4日金曜日から10日の木曜日まで先着順ということでございます。なお、利率につきましては市場の利率を参考にとさせていただきつつ、8月の下旬に決定をさせていただき、市のホームページであったり、先ほどご紹介申し上げました取扱金融機関さんの方でお知らせをしていきたいというふうに思っております。はい、私の方から以上であります。皆様から何かございましたらご質問いただければと思います。それでは質問をお受けしますので、報道に関連をさせてから質問をお願いします。はい、これあります。これひねり出すのが大変。あ、出た。はい、これまでの昨年の7月の下旬でしたか、改めて県議さんの方から発表いただいたガイドライン、あるいは知事の記者会見等々での発表を伺っている中で、まあまあ、妥当な候補地案が示されたなというふうに、まず率直に受け止めております。で、まあ、いずれにしても我々が、まあ、かねてから、要望申し上げてきた、三条、まあ、燕三条駅、あるいは三条燕インター周辺というところでは、まあ、元から変わっているわけではありませんし、まあ、その範疇の中とこういうことなので、まあ、これから先は、まあ、最終的には県のリーダーシップのもとということになりますので、先般、開催されました設計画策定委員会の意見も十分に尊重する。
かりとご判断をいただくということを、まあ、望みたいなというふうに思います。まあ、先生、まあ、あと、これ、期間で言わせましょう、ですけど、はい。すみません。まあ、場所についてですね、うん、まあ、どこが望ましいかというような意見は、自分自体の委員長としてはありますでしょうか。まあ、今まず、本当に策定委員会が中心となって、ご意見をいただいているというところですので、まあ、あまり場外でその騒ぐっていうのは、まあ、議論の進め方としてはあまりいいとは思いませんので、まあ、そこはあえてコメントを避けたいと思います。県の検討委員会の方と、中ではそのアミスロエリアについては、うん、まあ、淡水対策がですね、うん、まあ、一つの、まあ、課題そうですね、というふうに挙げられていたんですけれども、はい、まあ、今後市として、まあ、まあ、建設地になるかどうかは分かりませんけれども、まあ、それも含めた上で対応というのはどういったことを考えますか。これはその基幹病院が建設されるとかされないとか、ああいう以前の問題から、まあ、私ども燕三条地域の、まあ、一番の玄関口であります燕三条駅界隈が、まあ、水という意味では、まあ、極めて脆弱な基盤に立っていて、まあ、ほぼ毎年必ず冠水してしまうという状況の中で、先ほどの姫脇社員のところでも少しご紹介させていただきましたけれども、まあ、ここはやはりその玄関口としてその燕三条駅周辺は、まあ、そういう冠水非常水地帯にならないようにと、こういうことでこれまでも燕市さんと一緒に共同歩調を取りながら、まあ、お互い の、 その地域の中で、地下潮流層の整備等々進めてきたわけですけれども、まあ、まず我々としてはここをしっかりやっていくっていうことが、それはそのくどいですけれども、慶応基幹病院の候補地が最終的に どこになろうと、これはやっていかなければいけないというふうに思っております。その上で、慶応の基幹病院が、まあ、これも どこであっても、作られることになれば、まあ、おそらく地を移転していただいて、やるっていうよりは、後半、ほぼ全ての候補地は、大半が、まあ、農地を潰してっていう形になると思いますので、まあ、そうするとそこはそれ相応のやっぱり排水対策っていうことは講じていただかなければ、まあ、そこの周辺住民に迷惑がかかることになりますので、そこは候補地がある意味最終的に確定をした段階には、そこに対する対策に言及が検査の方になされないときには、近隣市町村として、それこそ近隣の市町村長と共同歩調を取りながら、検査の方にやっぱり、申し上げていかなければいけない場面が来るのかなというふうに思います。まあ、仮にという言い方はありますけど、まあ、関数は何だとしたら、その排水事業については県にも責任を持って出てる、まあ、たらればの話なので、そこはあんまりこう深く答えにくいところなんですが、先ほど申し上げました通り、今、燕市さんと私どもでやっているのは、その県央基幹病院がそこに設置される、されないっていうものとは全く別次元のところで、排水対策をしているわけですね。で、他方で、県央基幹病院がどこであろうと作られると、その排水対策っていうのは追加事業として必ず必要になるわけですけれども、それはやっぱりその候補地をこう自分たちで決めていくんだとこういうふうに宣言をされた時から、検査の中では自分たちの責任の範疇においてやっていくんだと、こういうことを当然織り込んだ上でご発言いただいていると思いますし、私どもは候補地を県の主導の下でやっていくんだということを県さんが決意して発表されたときからそのように受け止めているつもりですので、これから先の具体の推移の中でどうもそうではないと、そういうところまで含めて我々組織自体の方に負担を求めるんだということになればですね、これはいささかお門違いなのではないでしょうかと、こういうことは申し上げていかなければいけないというふうに思います。もう一件、今後、
PC や株式、はい、スタッフの確保が、はい、まあ、最大の課題というふうに言われているんですけれども、市の方は総合計画のほうで、幹部系の設立の上で準備を進めるということになっていますが、確か今年度中に定例会をかけて、方向性を決めていくという話になったんですが、はい、現状ではどういったところになっているんですか。まあこの4月から、実学系ものづくり大学とその高等系の看護養成機関の設置について、まあ、専門部署を立ち上げて今研究検討を始めているところでありますが、看護系の養成機関についてまたその実学系ものづくり大学について、まあ、その新設で行くのか有志で行くのかあるいは自らでやるのか他社からの応援をいただくのかで、まあ、このあたりの整理をある程度の方向性を見極めない限りはやっぱりその議論を始めてくださいといったところでその議論自体が、まあ、絵に描いた餅になってしまう可能性があるわけで、今そういう意味で、これは私自身含めて、今水面下の調整作業に入っているということです。ですので検討委員会に立ち上がった段においては、まあ、ある程度その現実界を見出し切れるような文言をお示しをさせていただき、まあ、その上でその足らざる点について、ご議論をいただくということでないと、まあ、我々行政機関としての責任が果たせないというふうに思います。まあ、そのためです。まあ、検討委員会で叩き台になるような、まあ基礎の案を、まあ、自分から提出いらっしゃるということですね。行政側ですけど、それはまあでもだらだらとやるわけにはいきませんから、そう遠くないときにはある程度こう切りをつけて、出発していきたいなというふうに思ってますが、まあ、正直なところちょっと現時点で、例えば今月の下旬ですとか、まあ、そういうふうなところが言えるような状況ではないということですね。はい、ちょっと会見の内容外の話なんですが、先発の TPP がだいぶ詰まってきて、いよいよ来月かというところでまたちょっと思った感があるんですが、まあ、もしかしたら今月中にという話もあります。三条のですね、農業の現状からしてですね、TPP に備えた何か対策、支援策というのをお考えがありましたら教えてください。三条市としてですか。そうです。やはりもうこの TPP の関係につきましては、まあ、まさにその通商外交の分野の話になってきますし、まあ、農業政策そのものが、まあ、国政レベルが基本となっている政策でもありますので、まあ、まずはやっぱりその事態の推移を見守りつつ、国レベルの方で検討いただくということが、まあ、筋なんだろうというふうに思います。ちょうど昨日私も東京で地方6団体の農地制度改革のプロジェクトチームの会合があったんですから、そこに出てきた時にも、まあ、ちょっと非公開の会議なのであまりこうつまびらかにはできないんですが、やはりその TPP の話には、議論が及びまして、まあ、おおむね の, その構成員、まあ、つまり知事さん、市長、そして、町村長の6人のメンバーが構成しているんですが、まあ、そのいずれも、まあ、今私が申し上げた通り、おそらく何らか の, その政府が、政府の方から手が打たれてくるであろうと、そこをまずは守っていくことが大事なのではないかというような雰囲気での議論が、この点について行われています。私もそうかなというふうに思います。今産業は下田のような中山間地と、それから、まあ、平場の、比較に有用な農地と両方抱えているわけですけれども、まあ、それぞれに対してですね、行動としてほしいという要望を出したりする、そういうことがありますか。まあ、それはその政府の打ち出し方次第だと思うんですけれども、ご案内の通り、NATO のウルグアイラウンド の, その決着以降を直ちに政府の方で、まあ、抜本的な農家支援
出されたわけですけれども、まあ、おそらく同じようなその何て言うんですか、政策提示をたどっていくんじゃないのかなというふうに期待感を込めて、思っているわけですけれども、まあ、あのガットの不具合ラウンドの時と、まあ、同じようなその対策が講じられるのであれば、平場と中山間地域とそれぞれ、まあ、一定の目配せができるものメニューを一通り揃えてくるのではなかろうかというふうに勝手に思ってますけれども、そこはでもやっぱりちょっと分からないですね。実際に分かりました。どうでしょうか。この他、三種重なって、皮下病院の関連なんですけども、病院の開院に向けて見据えて、周辺環境の整備、うん、はいはい、伊勢同盟会されましたけど、はいはい、その時に緊急大会を開くんだって決めたと思うんですけど、うん、はいはい、もう決まったんでしょうか。まだ調整中ですが、多分10月に連れ込むと思います。当初は9月ってやる、そうそうそう、9月下旬で、あの時はやったと思うんですけど、今確か10月中で調整していたと思います。まだ決まってないです。別のあれですけど、冒頭挨拶の中でもこれからお盆休みに入りますという挨拶でしたけれども、市長の夏休みといいますか、わかりますけれども、極めて個人的な生活に属する事項でありますが、まあ、言いますけれども、来週から1週間、沖縄を満喫していきたいと思います。でもあれですよ、休みなのにもかかわらず、まあ、親戚が沖縄に住んでいるので、沖縄のところに行くんですけれども、その親戚が在住している村で講演せよっていうお考えがありまして、俺休みに行ってるはずなのになとか思いながら、これからちょっとおしこしこ修行作成をやっていかなければいけないなと思います。講演のテーマは大宜味村と大宜味村の地域活性化について三条市の取り組みから提言できること。よろしいでしょうか。難しいですよ。知らないもん、大宜味村がどうなってるのか。なければ、じゃあ、以上で。はい。はい、これで終了させていただきます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。良い夏休み。